ジェン君、おはよう。ジェン君、おいで。ジェン君、おいで。はい、遊んだ。ポンちゃんは？ポンちゃんはもう一つです。はい、来てきた。天候は小雨ですね。これから母の、ドライフラワーの展示会ですね。主に撤収を、手伝いに行きます。ポンちゃんはここでお休み中。ちゃんくんもちょっとの時間だからね、お留守番お願いします。横浜育ちのマオイママが道に迷いました。だって使ってた道がなくなっちゃったのも、はい、何十年前の上空30年前です。なんだっけ、知識というかため記憶がもう通用しません。まあ、全てが変わっていたということですね。タイムスリップです。